おはようございます。ただいまの時刻は7時30分です。これから2日間みんなの、元気な姿をお届けしますので、皆さん楽しみにしてください。よし、いや、ヨスケさん、おはようございます。聞こえない、朝からイライラしてます。あ、ここや。おはようございます。デコ出してもいいですか。どこやねん、これデコ出さんでいいやつ。おはようございます。おはようございます。はい、眠いっすか。今日、キャンプ4日目。体の調子はどうですか。リョウトはもっと他に何かあんの。はい、横はバキバキです。バキバキ。どうよ、調子は。大学卒業できそう。はい、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。あ、ケンズ君、おはようございます。おはようございます。はい、キャンプ、4日目ですけど、体の調子はどうですか。今です。全部最高です。最高ですか、はい、楽しいですか。楽しい。普段何してるんですか。試合の動画とか練習の動画見たり。本当に試合の動画とか見てるんですか。まあ、カメラの前やっぱり意識高ぶってると思って。見ましたさすがに。はい、じゃあ次ハギ君。はい、おはようございます。テンパですか。テンパですか。それはテンパです。パーマかけてます。女性ファンを増やすために日々髪の毛もセットして。内容浅くないです。そんなことありません。疲れてます。いや、いい感じ。いい感じに疲れた。いい感じとは。いい感じに疲労が来て、うん、いい感じにコンディションが上がってます。じゃあ今年は飛躍の1年になりそうですか。にします。にします。うん、期待しますわ。じゃあ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、部屋にね、うん、一旦この部屋誰の部屋なのかと。選手の素顔をね。ちょっと待ってください。まだね、こうやってネタ仕込みですか。はい、じゃあ、いいよ。じゃあ、テイク2ね。なんかネタを仕込むみたいなので。それ言っていいの。じゃあ、編集でカットできるかな。あ、今はカット、ね。うん、はい、じゃあそれでは、アキト君の部屋に突入していきたいと思います。もうトレーニング終わってる。ストイックですね。いい体してます。地獄絵図です。いや、ありまだ全然全然。今日どうだった練習は。毎日勉強です。毎日勉強。サウナとかで、うん、あと純也さんとか。うん、マジで、あの人たちめちゃめちゃいい話持ってる。超面白い。結構、みんな優しいっす。優しい。マジ優しいっす。去年に比べたらだいぶ若くなったけどね、ヨウト。めちゃくちゃ若くなりました。とんがってる人いないもんね。うん、アドバイス欲しい。うん、確かに確かに。やっぱりあの、ベテランがね、めちゃめちゃ言ってくれるからね。優しい感じの口調でね。ちょっと待って、お前それはダメだって。布団にくるまってフードかぶって、やば。選手会長なんだからさ、もっとなんかあるでしょ。カメラ担当です。あの、もうカメラ回ってるんで。どうですか今のキャンプ。充実してます。例えばどんなところが。体にいい刺激が入っています。いいですね。ファンの方たちに何かメッセージあります。なんか僕のユニフォームもっと買ってくださいとか。いや、もう大丈夫。そういう結構がめつめな。試合に見に来てください。さっきカズネ君の部屋行ったらいねえしか。ちょっとじゃあカズネ君行ってくるわ。友達いないみたいですけど。おらへん、見たらおらへん。はい、今回のキャンプどうですか。初キャンプ、岐阜でのきついですか。でもまだ4日しか終わってないですけど。友達作ることに。いや、結構いろんな人と一緒にいる気がするけど、そんなことないですか。一
いや、それは嘘でしょ。マジでガチそれ言ったらガチで友達いないみたいになる。マジで。何や、たくみくん友達おらんよね。マジでおらんよね。嘘、そんないない。やばいよ、それは。いや、何言ってないですか。何これ。いや、これはギフッチっす。あ、ギフッチ。あ、名前ギフッチだ。あ、そうそう。どうすか、ギフ。最高だよ。何が最高ですか。何が最高ギフチームが。あ、チームが。チームが最高、はい、ああ。例えばどんなところですか。例えば何それ。全部でも、りょう、あったかい、あったかい。もうみんな、あ、みんなあったかいですか、うん、それいいっすね。俺、玄君ってさ、あの、iPhone ケース一緒っていうのはさ皆さん、これ使ってます。この iPhone ケース使ってねえやろ。いや、マジで300円ぐらいこの回使われない。別の部屋行ってきますわ。お疲れ様でした。え、誰も返事ないじゃん。え、俺。お前がーい。どう、あ、今何見てんの。今、今日の練習の。あー、なるほどね。もうカメラ来ること知ってたやったやつ、それ。いや、全く知らなかったっす。あ、そう。ベテラン選手とは、陽介さんとか、宇賀さんとか、純也さんとか、松さん、庄司さん。もっと自分から、ちょっと喋りたいっす。全然喋ってない。はい、松さんは結構、うん。あ、まあいじってくれてるもんね、まあはい、いっぱいね。うん。待って、お前、インタビューとか、あれ？いや、俺マジで出てこないっす。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。てことで、カメラ任されました。24番、上ナットです。よろしくお願いします。じゃあ、YouTuber ですよ。え？キャンプどうですか？楽しいでーす。1日密着ということで、今日からよろしくお願いします。1日密着、夜からやんの。はい、担当する上野です。よろしくお願いします。いやです。いやですか。わかりました、はい、やめます。はい、ということで、上野、1日密着に変わりました。今からエンサルを見せきます。取りに来ただけだろ。バイバイ。3分ぐらいお前ら全然気づかないからさ。あそこからずっと撮ってんのに。行くよ。じゃあ最初アクションからね。大阪経済大学から加入しました。背番号24番ハリポタです。はい、次。東海学園大学から来ました。28番、楠本翼です。ボケでいいんだよ、全然。名前は、そうよ、ボケでいいんだよ、全然。はい、次。法政大学から加入しました。背番号23番、萩野パダです。ユロピクです。おー、名前変えてこと。東院横浜大学から来ました。羽田一平です。よろしくお願いします。誰こいつ。はい、東海学園大学から加入しました。背番号25番、和田由紀です。お願いします。東京国際大学から来ました、フォワードの林翔太郎です。よろしくお願いします。理由教授大学から加入しました。27番横山翔太郎です。よろしくお願いします。それでは林翔太郎選手、一発芸。東西南北シーンありがとうございます。じゃあ一発芸します。敵討ち。ここであったら100年目。父の父の父の形。ありがとうございます。ありがとうございます。選手先生、我々選手一同は最悪だ。一発芸、もう限界のやつ。あー払いたい。うんこ漏れそう。へい、チビ、どんくらいできそう。ポー、もう限界です。そこをなんとかしてくれ。チェホンマンにツッコミします。なんでやねん。それではエントリーナンバー横山トモヤね。テイク2ね、テイク2、テイク2。うん、テイク2、テイク2。じゃあ、お題、温泉。
3、2、1。温泉。ナイス。お題はクッキー。クッキー。3、2、1。あ、僕クッキー。いや、ミッキーやないかい。いいよ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 。上野亜希子選手、一発ゲーム、アレンジ、いないいないバー、いない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 バーじゃん。おやつは干し柿で決まり。続きまして、怪我した時のやつ。いた。あ、痛いの痛いの、とどろけ、やあ。続きまして、必殺技。いいね。必殺、うれげしりてん、ついでに赤も飛ばしてます。ありがとうございました。結果発表、優勝は横山智也選手。これですか。それでは優勝の一発芸を。チェホンマンのハイタッチ。チェホンマンのハイタッチ。はい、はい、タッチ。ありがとうございます。一人ずつ最後、今年1年どんな年にしたいか。グラウンド内でも外でもファンの皆さんを笑かせるように頑張ります。岐阜出身として岐阜代表として頑張ります。よろしくお願いします。果敢にチャレンジする気持ちを忘れずに、頑張っていきます。最後ファンの皆様と笑えるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。どんな形であれチームに貢献したと思います。お願いします。1年間、最後、みんなで笑い合えるように、シーズン戦っていきます。お願いします。チームのためにとにかく走ります。お願いします。成功と成長の1年にできるように頑張っていきます。はい、じゃあそれでは全員。お題もいいですかね。うわー、これ無理。お題、干し柿。3、2、1。うわー、今日今日干し綺麗やな、これ。うわー、流れ干し柿。キューギ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 ュー。